じゃあさら、今回はバイオハザードというマップをやっていきたいと思います。まあ、このマップは、バイオハザード1のステージをマインクラフトで再現したアドベンチャーマップとなっております。これただ作っただけじゃなくてね、アドベンチャーマップ風になっているので楽しみですね。ってことでやっていきましょう。スタート。これが武器。これがピストルみたいな感じ？で、まあ、適当に進んでいきましょう。ガーデン。こっちがガーデンですね。まあ、バイオハザード1はちょっとだけやったことあるんですけれども、普通に再現度が高いですね。あ、まずこっちからかな。レフトホール。ここから入っていきましょう。あ、武器がある。これは血のようだ。ジルは右のドアに行ったらしいって書いてあるね。じゃあこっち行こうか。あ、ここ懐かしいね。ここでゾンビ出てくるんじゃない？このトラップはね。これを倒していきましょう。おっと、ピアノルームキーとピアノキーをゲットしました。じゃあピアノルームを探していこうか。あ、ここか、ピアノルームキー。じゃあここを入っていきます。ねこれピアノキー、あ、ピアノキーをここに入れるだけか。おっと、ピアノが流れてこっちが出ましたね。進んでいきましょう。これは何、まあ取っちゃおうか。ライトホールウェイキー、ライトホールウェイキーをゲットしたので、お、ライトホール。ここか。行きま、お、何これ。これはロングホールウェイ。違うね。何これ。あ、ゾンビが出てくるから、まあ、これを倒していきたい。ロングホールウェイキーをゲットしました。で、これを取って、ロングホールウェイキーでしょ？ここっしょ？行きましょう。うお、これ避けていくよ。もうゾンビは出現。あ、ここ懐かしいね。ここから犬が登場してくるんだよね。しかも攻撃してこないという。カラスも飛んできますよね。可愛らしいね。バイオハザードじゃなくて、バイオハザードって感じだね。よし、トントン進んでいきましょう。何これ。あ、入っちゃいけねえようなとこ入っちゃった。これ何？あ、ここにイーストホールウェイキーか。お、来ましたね。あー、やばい。レフトアッパーホールウェイキーと、ライトアッパーホールウェイキー。すごい、鍵がいっぱいあるね。ん？レフトアッパーホール。レフトアッパー、あ、ライトアッパー。あ、レフトアッパー、これですね。よし。おー、びっくりした。いや、これはガチめにびっくりしたよ。ガーデンキーをゲットしましたね。ガーデンの鍵をゲットしたので、これを使っていきましょうか。じゃあ、ガーデンに行きます。しゃー。ああ、ダイアリー。うわー、こここそマジでゾンビ現れそうなとこ来ましたね。ガーデンビルディングキー。ガーデンビルディングキーをゲットしました。もう容赦なくここに使っていこう。おーしゃ、来た来た、いいね。これも破壊していこう。サバイバルだからね。これはもうね、パスワード的な感じだね。ぶっ壊す！これサバイバルだから、ここでね、ライトアッパーホールキーをね、使うんですよね。うわ、ほら、怖いっしょ。ここか。逃げろ。ここに、ガーデンキーをつけてみましょう。お、来ました。おっと、これはステージの裏へ来てしまいましたね。なんか勝手に打ち込まれてるぞ。お、あら、変わりました。っていうことでね、今回は、バイオハザード、やっていきました。あのね、もうやりたくないですね。ここまだまだあんじゃん。高いし再現度もめちゃくちゃ高いので、皆さん下にリンク貼っておきますので、クリアできるか試してみてください。ってことで、今回はここら辺で終わりたいと思います。皆さんもこのバイオハザードマップやってみてください。では次回の動画でお会いしましょう。せよ。